三宅神社は、京都府亀岡市三宅町にある神社。式内社、旧社家具は孫社。別称として、三宅稲荷と称され、かつては、草村稲荷、草分け稲荷とも称した。三柱はいずれも穀物に関する神である。境内中央に本殿、左端に毎度の、右端に、豊池家大臣。創建は不詳。当地に、三宅が設けられたことによるとされる。 統治との関係は不明ながら、日本初期には、安官天皇2年に、丹波国に、組織の宮家が置かれたという記載もある。また、古くは、軍の役所である軍家を、氷の宮家と呼んだこと、一帯は、広い平坦面を有していること、宮家の存在を物語る当社があることなどから、統治周辺に、桑田軍の軍家があり、中心地であったとする説もある。 付近からは祭祀に使用するための土器を作ったと思われる多数の窯跡が見つかっている。平安時代中期の演技式新明庁では丹波国葬伝軍に三宅神社と記載され、式内社に列している。古くは一朝四方にもなる広大な社地を有していたと伝えられるが、天正の陛下や漢文三年等の火災により縮小した。現在の社は遠方元年の再建で、 元禄十一年に、上屋が設けられた。明治六年に、近代社格制度において損者に、明治四十年に指定損者となった。所在地交通アクセス周辺。ありがとうございます。